はい、山寺です。今日はですね、なんと山寺が初挑戦なんですけども、ポトフを作ってみたいと思うんですよ。しかしね、今の煮物系って、まあ、煮物じゃないか、スープかな、ポトフっていうのはね。まあそうやけど、今までちょっと作ったことのないのにちょっと挑戦したいと思います。今日はですね、じゃがいもの皮を剥くとこから始めたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いいたします。さて、用意する材料ですが、以上です。まずはですね、じゃがいもをちょっと洗いますね。ちょっとじゃがいもをね、ちょっときれいに洗いましてね、よいしょ。そしてですね、じゃがいもの皮を剥いていきたいと思います。皮ですね、それでちょっとこれで剥きますわ。もう今便利ですね、この皮剥き器。こうでしょ、これ。ちょっとね、なんか途中でね、これいまいちこう向きが悪いですね、うん、この皮むき器っていうのはほんま便利やね。うん、今からですね、材料を切ったところで、こちらのね、お鍋にですね、まず 1000cc ですね、1000cc の水を入れます。今ね、1000cc と水を入れました。ちょっと火を入れていきますね。で、この中にですね、あらかじめ先ほどね、切りました、人参、じゃがいも、玉ねぎを全部入れます。これでね、豪快でしょ、豪快でしょ、皆さん、豪快ですよね、これ。で、これでね、果たしてできるのかどうかはちょっとわかりませんけども、まあまあ、なんとかなるでしょう。ということで、ちょっとこれでね、約30分ぐらい煮込みますね。ほんでですね、ちょっと忘れとったんですけど、この時点でですね、顆粒のコンソメをもう入れときます。うん。これで 300cc に対して、なんかスティック1本。あ、私はスティックタイプなかったんですよね。スティックタイプの顆粒コンソメ買ったんですけども、よいしょ、これをねちょっと入れておきますわ。
かなか開けへんやんか。いやっと開いた。これで3本入れておきます。まあ、ちょっと薄いかなわからんけどね。ちょっとまあ、それはまたね、もし薄ければ、その時にね、まだなんか、味を足しますけども。あとね、ちょっと若干塩もね、入れておきます。塩少々ね、入れておきますわ。よっしゃ。胡椒も入れとこうかな。胡椒なんかありなんかな、これ。ちょっとわからんけど。まあ、男の料理ですわ。うん。ダイナミック料理。これでね、またね、今からちょっと柔らかくなるまで、煮ていきたいと思いまーす。なんかね、いい感じで煮えてきましたね。なんか、ちょっと、ね。うわ。野菜たっぷりでね、これ、山では玉ねぎ製品じゃないですか。ね、玉ねぎ大好きなんでね、これ。これ、ポトフらしき感じになってきた。まあ、これ、もうね、ここにカレールー入れたらカレーライスになりますよね。カレーライスっていうかカレーになりますよね。ちょっとここで味を見たいと思いますわ。どんな味になってんねやろ。あっ。うまい。あ、このまま煮込み続けたら絶対美味しいわ。オッケー。いい感じになってきたぞ。はい、だいぶね、煮えてきました。約ね、20分ちょっと煮込んできたんです。煮込んでるんですけど、いい感じになってきましたよね、これね。ほんで、ここにですね、次はね、ウインナーを入れます。ウインナー。最後ね、ウインナー。ウインナーね、あんまり早い時間から入れたら、多分、味が抜けて、なんかカスカスなってしまうような気がしたんでね。うん。で、ちょっと、こっからまたね、5分ぐらいちょっと煮込んで、最後、終わりたいと思います。終わりたいというか、出来上がりですね。うん。はい、約ね、5分経ちましたんで、どんな感じかな？パカッ！おー！絶対これいいやん。ね。もうちょっと火止めますわ。うわ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 。これ絶対我ながら美味しいと思う。で、ちょっとね、胡椒でね、ちょっと味整えましょう。これ絶対うまいわ。に、いい香りしてますもん。これこれこれちょっと、やば。ちょっとね、早速。入れますわね。器に移し入れて、ちょっとこれいただきますわ、ほんまに。うわ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 。あかんな、これ。ほんまにあかんわ。あかんやつ。うん。いい意味であかんやつね。多分ね。うわー、ちょっと玉ねぎ、うわ、玉ねぎ成人。やばいね、これ。玉ねぎ、あかん。これでまたね、今から食べたいと思いまーす。はい、それでは、いただきます。じゃあ私ね、初めてポトフ自分で作りましたわ。ほんまに。ちょっといただきますわ。まず、人参から。あっ。うまっ。うん。あ、やっぱりね、野菜からの出汁と、で、最後にね、入れたウインナーからも出汁が出てると思います。うまいですわ。うん。うん。これ美味しい。自分で作っときながら美味しいですわ。じゃがいも。うん。ホクホク。うん。うま。ちょっとね、人参ちょっと分厚く切りすぎたけど、でもちゃんと中まで煮えてるからね、火通ってるから全然大丈夫よ。うん。あっこ、うん、これぐらいね、人参分厚く切るとあのね、人参の甘みがはっきり分かりますわ。ほんまにちょっとね、甘いんですよ。うん、うまっ。もう適当に作っただけですよ。うん、めっちゃうまい。ウインナーもいただきますね。あ、うん。粗挽きウインナーなんでね。うまい。うん。うん。
野菜たっぷりなんでね、本当はね、こういうやつ、キャベツ入れてもよかったかもしれんけどね、まあキャベツがね、見当たらんかったんで、まあいっか、みたいな。うん。うまっ。こんなになんかうまくできるんだったら、ちょっと今後なんか鍋で煮炊き物、ちょっと作ってみようかな、他にも。ごちそうさまでした。食べきりました。うまい。またおかわりしようかな。ということです。いつもですね、山あれらの YouTube の、チャンネル見ていただいて本当にありがとうございます。まあ、もしよろしければですね、チャンネル登録していただくと、私の励みにもなりますので、よろしくお願いいたします。ピッカーお願いします。ありがとうございました。